あ、今日も常吉さんが来てる。北の浜辺に行けばいいんだな。よし、私の目利きで本物を見抜いてやるわよ。とその前に、たぬき商店が今日リニューアルオープンしたから、早速覗いてみよう。おお、だいぶ広くなったじゃん。よかったね、つぶきちに豆吉。それじゃあいよいよ、北の浜辺の常吉さんの船に乗り込み、美術品を買いに行くよ。やっぱり怪しいぜ霊夢、大丈夫かな。大丈夫大丈夫、美術品はよくテレビで見てたから、偽物なんて捕まされないわよ。お、ウサオン、来てるわけだね、おじとおじさん。本日時点で、こんなのが用意されてるので。ほな、まずはルーズのことをご指示されてみましょうか。うわ、いいなんてというで、神谷城なんかいるんや、めざしいもうウサオン伝統です。ダムが切ってるユリナーとさんや、コレンはなかなかいい、めなしもに、変わらず温存が並んでおりますよ。ちなみに、以前はこんな印象が並んで、おじとおじさんと二三人ずつ育てております。美術品は一点までか。しっかりと本物を買うんだぜ。まずはこれからチェック。やや、おじさん、今日は主人を差し入れか。そう、差し入れが、わしの方針ですわ。なのに、でも、同じだなって。そうだけの服が、いないと思います。いや、知事だけんじゃな。こうだけ話、いいならば、安い。本物だったらやばくない？なんか見たことある絵だし。買う前にじっくりと見れるんだな。本物のような気がするけど。オリジナルの細かいところまでわからないからな。とりあえず他のも見てみよう。これは知ってるよ。菱川師宣の見返り美人図。歴史の教科書に載ってるよな。限りなく本物に近いと思うけど、どこに落とし穴があるかわからない。慎重に選びましょう。これも、本物っぽいけど、オリジナルがわからないので、購入するのは危険ね。個人的にはこれが一番本物っぽい。京都の風神雷神図屏風でしょ？頭の中のイメージとぴったり一致してるよ。それに、もし偽物だった場合、明らかに変なところがあると思うけど、これは細かいところまでよく見ても、おかしなところない気がするんだよね。そうか。なんかちょっと違和感がある気もするが。いいや、これは絶対本物よ。これだけ繊細な描写、偽物ではできないわ。よし決めた、私これを買う。へへへ、風太さんの驚いた顔が楽しみだな。リニューアルしてできた美術品の展示室を見てみましょう。いやー、この博物館さらに進化するとはな。マジで学術的価値高い施設よね。おお、いきなり大理石。石像とかが飾られそうだな。うわー、やっぱりここも広いねー。テンション上がっちゃうわ。常吉さんから一つずつ買わないといけないから、コンプするのは相当大変そうだけどな。私が買った屏風はどこに飾られるのかな？楽しみ楽しみ。まあ、まだ本物と決まったわけではないけどな。というか霊夢、すでに寄贈した絵が一つあっただろ？あ、そうだった。面白い名画だったっけ？ここに飾られてるわね。実際のタイトルや作者、制作年代なども書いてあるな。いやー、マジで勉強になるわ。細かい解説まで出てくるのか、すげえな。あつ森はマジで、教育にいいゲームね。次の日。私の屏風、届いてるかな？お、稲荷マーケットから来てるね。本物っぽいもの多かったし、常吉さん、普通にいいキャラかも。最後の一行に若干闇を感じるけどな。そして、オリビアちゃんからも手紙が来てるわね。ふと思い立ってメッセージをくれたのか。こういうのすごく嬉しいよね。後でお返事書かなきゃ。その前にまずは、美術品を寄贈するわよ。なにー？嘘だろ。あの狐、騙しやがったな。いや騙される方が悪いだろ。それにしても恥ずかしいな。あんなに自信満々だったのに。うるさいわね。私はこのマイルを回収するためにあえて騙されたのよ。おい、言い訳が見苦しいぞ。それにしてもおかしい。
一体どこが偽物なんだ。あ、霊夢、これって雷神の方だろ。緑色なのは確か風神。雷神は白じゃなかったか。な、言われてみればそうだったかも。くそー、そんな大胆な改変に気づかないなんて。霊夢は相当見る目がなかったな。ま、これも教育の一環。骨董品には気をつけろってことを、身をもって学ぶことができたわ。需要量は安いもんよ。金のなる木で余裕で回収できるもんね。さ、オリビアちゃんにお返事を書くわよ。空港から手紙を出すことができるんだよな。住民とこうやってコミュニケーションが取れるのは楽しいわよね。サプライズメッセージありがとう、嬉しかったよ。私は今日、常吉さんに騙されたけど元気です。相当根に持ってるな。あとはプレゼントの桃を添えて送るわ。喜んでくれるかな。さて、今日はキャンプサイトにお客さんが来てます。どんな子かな、楽しみですね。いいキャラだったら移住を進めるのもありだな。それじゃあお邪魔します。おお、わしだ、いいね。アンデスちゃんね。仲良くできそうだわ、スカウトしてみよう。とにかく話しかけ続ければいいのかな。移住する気になるまで粘るわよ。さっきから時々ゲームを持ちかけてくるな。買ったらそのアイテムがもらえるんでしょうね。あ、それは普通に欲しい。ゲームするわよ。いや、勧誘忘れて普通に遊んじゃってるし。赤と黒の二択か。赤で行くわ。お、やったじゃん。普通に嬉しいわ。早速着てみるよ。かわいい。あ、ザイスも普通に欲しいわ。お願いします。まあただでもらえるならありがたいよな。また赤と黒の二択。今度は黒を選んで2連勝ね。ザイスまでもらっちゃったな。この勝負、こちら側は何もかけてないから、やり続ければ無限に儲かるくね。それはさすがにかわいそうだろ。お、急に移住の話が出たぞ。よし、勧誘よ。またゲームか。これで私が勝ったら移住してくれるってわけね。よし、やってやるわよ。赤と黒なら確率は半々よ。いや、ここに来て4択かよ。急に難易度上がっちゃったな。く、やはりそう簡単には引っ越ししてくれないか。とりあえずクラブにかけるけど。残念、ダイヤだな。まだ諦めないわ。もう一度ゲームしてくれるまで根気強く話し続けるわよ。え、待って、すでにまた移住クラブ立ってない？はいな。しかもなんか今度は話が進んでるっぽい。じゃあさっきのゲームは何だったんだよ。完全に茶番だったな。でもわかってるわ、今の白亜紀島はもう定員オーバー。引っ越すには、誰かとお別れしなきゃいけないってことをね。アルミちゃんか、あんまり仲良くなってないし、問題なしにしましょうか。オリビア、アンコ、シベリア、アンソニー、サリー、意外なら OK にしようと思ってたからね。これで、勧誘が成功したみたい。キャンプサイトでの勧誘はアンソニー以来だな。え、もう引っ越しの準備してる。なんかそう言われると急に寂しくなってきちゃったけど、出会いもあれば別れもあるからね。アルミちゃん、今までありがとうなんだぜ。ということで、そろそろ動画もおしまいの時間です。最後までご視聴ありがとうなんだぜ。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくね。それじゃあまた、別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。
どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。